さあ、ダンスの会の三国天武動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。苦節20週、ようやくシーズン10でですね、侍ジャパン国戦でトップを取ることができました。どうもありがとうございます。それでですね、一応今回も指揮官という形でですね、指示役の方を買って出たわけなんですけども、今回はまあどのようにして国戦トップを取ったのかというののご説明をさせていただけたらなと思います。一応指示するときもですね、細かいことは言わずに指定都市および、反撃都市、あとまあ中立選挙ぐらいのね指示しかしてないんですよね。こういう考えだからこうしてますみたいなことは説明せずに、もう端的に指示するだけなので、団員の方もね、僕がどのような意図を持って指示しているのかというのが多分分かってない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。そこら辺のまあ説明で、まあこういうふうに取ったんですよということをですね、ご説明させていただいてですね、また、まあ、うちの軍団と関係ない方もですね、あ、なんかこうやってやってみるのもいいかもなという、まあ、何かヒントがね、一つでもあればと思いますので、まあ、そこら辺をねちょっと今から説明していきたいかなと思います。はい、まずはこちらの画面で、説明したいと思うんですけども、これはね前回の国戦ではなしに、だいぶ前の国戦の時のスクショなんで、取っている陣地とかはまあ、あの関係ないと言いますか、色とかあと占領している都市とかは無視していただけたらなと思うんですけども、まずうちは領主からのスタートとなりました。で、JP の軍団がですね、領主と清州、あと陽州と益州かなになってて、4つ JP の軍団があったんですよね。で結局うちはですね、清州と同盟を結ぶことになりまして、で益州と対決ということになったんですけども、慶州と陽州が同盟を結んだので、益州とですね徐州がちょっと挟み撃ちになってしまうような状況になっちゃったんですよね。さらにまあ益州は JP の軍団だったんで、ちょっと心苦しかったんですけども、他にまあやりようもなかったので、まあ、攻めさせていただきました。で、益州を攻めながら司令洛陽なんかも伺いつつ、まあ、やっていこうということなんですけども、まず初日どうするかという展開なんですけどもね、益州がどっちを攻めるのかというのがすごい気になったんですよね。うちの方に来るのか、慶州の方に行くのか、はたまたこう両方バランスよく攻めるのかっていう、まあ、この3択だと思うんですけども、大抵はねもう片方に集中して攻めるんじゃないかなと思います。なんでこれはひょっとしたらチャンスじゃないかということで、益州側の中立都市を大体まあ普段でしたら固い人に占拠してもらうんですけども、攻めてこない可能性を考えて思い切ってね、中立都市の占拠を1日目には、やらなかったということなんですよね。ただまあ万が一攻めてこられた場合にですね、ちょっと反撃できそうなにないようなところですねから、まあ、到達できる中立都市に、まあ、少し固めの人を置きたいということで、団長と僕が、まあ、夜の8時ぐらいまで、出征を控えてですね、まあ、臨機応変に対応しようかなという展開だったんですけども、結局予想通りですね、攻められることがなかったんですよね。これはうちとあと慶州の軍団と比べると、若干慶州の軍団の方が、まあ、戦力が低いんじゃないかなということで、おそらく益州の軍団もですね、そういう判断のもと慶州に攻め込んだのではないかという感じですね。その予想がぴったしはまったので、攻める箇所をねかなり増やすことができたというのがですね、まあ、かなり大きいポイントに、ね、なりました。初日から、まあ、幸先のいいスタートだったんですけども、ちょっと画面切り替えましょうか。はい、左がですね、州の
まあ、配置ですね。で、右側が指令の配置になってるんですけども、左側の図では左側を侍で、右側の図では、左上を侍とさせていただきます。で、指令の方、右側なんですけども、そうですね、この州のど真ん中の星3都市ですね、3になるところなんですけども、ここはまあ前の動画でも説明したんですけども、軍団で一番硬い人を配置すべきだということでですね、うちに熱森さんというね、非常に硬い方がいらっしゃるんですけども、そちらの方にまあお願いして、で、司令の、選挙の場合ですね、どんどん、まあ攻め落としていかなあかんわけなんですけども、その時の最高司令官も、熱森さんにお願いするつもりでという感じで、まずど真ん中に、占領、ど真ん中の都市を占領してもらいました。なんで初日の中立都市の選挙っていうのはここだけですね。で、後の戦力をすべて、隣の州に傾けました。で、1ですね、星1の都市はすべて、攻めるという形にしました。結構厳しい展開なんですけどね。なんでか言いますと、うちね37人しかおらんかったんですよ、この国戦で。6都市を攻めるということは、1つの都市あたり6人しか当てられないということなんですよね。1人浮いてる分は、まあこれ熱森さんなんで、中立都市を占拠してもらわないかんということなんで、実質36人で6都市を落とすという、まあかなり無謀な感じだったんですけども、ただまあ反撃してこんやろなっていう、まあ前提のもとの作戦なので、実際ね、益州の都市かなはですね、この下のうちじゃない方の、まあ、軍団に攻められたところしか反撃しなかったので、で、まあ結局うちはこの6都市丸々全部取ることができたというね、非常にありがたい展開になりました。で、司令の方の熱森さんが占拠したところの右上の星2の都市ですね、これはなんか同盟の軍団が保守的なことをね、言うてきたんで、まあその洛陽をうち攻めるから、洛陽に来んかったら、譲ってくれるんやったらどうぞ取ってくださいよという話をしたんですけども、で、まあその話をした後に、まあ星2の都市を、まあ、攻める人が出てきたということで、まあ、洛陽を譲ってくれるということなんかなという考えのもと、あ、それやったら全力でいけるぞという感じで、2日目以降の作戦に入っていきます。で、2日目になるとですね、ちょっと大きい問題がありまして、初日に一切うちの州が攻められることがなかったので、反撃できる都市がなかったんですよね。そうすると、まあ2日目以降も同じような状況になる可能性があると。そうするとですね、反撃できないということは出征回数が減るので、報酬が下がってしまうんですよね。これはちょっと困ったなということで、隣の同盟軍とですね、同盟を解除して、で、まあただお互いも攻め合わないようにしましょうねという話をした上でですね、一箇所ずつ殴り合いませんかと。これで、まあ反撃する都市を確保するということですね。どうも同盟軍もですね、一切攻められることがなかったので、同じような状況で困っていたということもあって、まあ話はすんなりと成立したわけなんですけどもね。で、2日目はどのように攻めていくかというとこなんですけども、中立都市、次州の中立都市を攻めるのに、まあ1日3人ぐらいは割かないかんですよね。合計14の都市を、まあ中立都市落とさないかんわけなんですけど、これを4日間でやろうと思ったら、やっぱり1日あたり3人ちょいぐらいはね、当てないと、まあ占拠できないということになるので、まずこの3人誰に行ってもらうかっていうのを初日の戦果を見て判断してですね、で、落としてもらって、で、その3人ですね以外の戦力34人で、6都市を落としにかかるという作業に入るんですけども、まず ね狙ってもらいたかったのはこの5都市ですね。はい、今2っていう数字が、まあ、点灯したと思うんですけども、ここの5都市をまず落としてもらうと。で、そしたらあと1都市ですね、まあ攻め
る、まあ、うまいこと行き具合によって、まあ、6都市目を追加しようかなということで、もしうまいこと言ったらこの2が4つ並んでる上か下、これどっちかを落として、で1と2の間にある星2の都市ですね、これを囲むような形にして、まあ、反撃されないようにするっていうのが僕の作戦だったわけなんですけども、ちょっとね軍団内で、司令の星4都市をタイムアタックしようというふうに、提案してくれた人がいるんですよね。で僕自身はタイムアタックはやらないという方針で、まあ、進めていたんですけども、でまあさらにですね、星1都市あと1つ取りたいのにな、どうしようかな、断ろうかなというふうに考えてたんですけども、いや待てよと、トップ取りにかかるんだったら、まあ洛陽のその向こうまで取りに行きたいしなみたいなね、あとなんかひょっとしたらこれ軽くね取れる可能性あるなと、というのがですね、どうもこう星4にねどこの軍団も行こうとしない感じだったんですよね。なんでここにまとめてこうそうですね8時50分とかに5人ぐらいガッと行ったらいけるんちゃうんかということで、結局その方の提案をまあ飲む形でですね、星4にタイムアタックを仕掛けることにしました。で結論から言うと、この星4の都市はすんなり取れて、またさらに相手州に攻め込んだ、星1の都市4つですね、これもどれに対しても反撃が来ることがなかったので全て取れたという形で2日目を終えたことになります。なんで、囲えた星2都市って言ったら3つになるので、まあ、このままこう右にずっとずらしていって、で囲めてない星2の都市はまあ最終日に攻めれたらいいかなっていうぐらいの考え方ですね。はい、そしたら3日目いきましょう。で3日目なんですけど、3日目もまたイベントが起こります。まあ、うちが攻め込んでる州、あの右側からも敵というかその同盟結んでない海外の軍団が攻め込んできてるんですよね。なんで3日目になると、こうちょうど相手の州で違うその軍団と、まあ、対決みたいな形にねどうしてもなってしまうんですよね。で向こうからの提案で、星3と星4の都市は半分個ずつ占領するようにして、まあ、争わないようにしませんかみたいなことをね団長に言ってきたらしいんですよ。で、僕はですねもうそれを読んだ瞬間もう断ってくれと、もう即言いましたね。今回そのトップを取りにかかってるんで、この星3星4の投資は全部うちがいただくというつもりでですね、そんなあのわけわけしてたようではですねトップは取れんぞと、またさらにその向こうから来ている軍団は結局うちよりまあ弱いとこう判断されてるから、まあ攻め込まれてるような軍団なわけなんで、ガチでやり合っても負けへんぞという気持ちがあったのでですね、このまあ提案は蹴らせていただくことにしました。ただ星3星4の都市はまあ3日目には一切攻めずにですね、そのまま、まあ、奥の星1都市を攻めることにしました。で司令の方はですね、相手の星3ですね、星3と、洛陽は行かないという形ですね。ただその代わりにもう一つの星3も攻めるという感じですね。これでその言うたら分け分けしましょう言うて提案してきた軍団とも、まあ、戦うことになるという状況になったので、まあ、2つの軍団を相手に戦うという形にはなってしまったんですけども、まあ、これはトップを取りに行こうと思ったら、まあ、避けられないことなのかなということで、まあ、開き直って頑張らさせていただきました。で洛陽はもうあのタイムアタックはせずという感じですね。で、結局洛陽のところはですね同盟軍が進んでこれなかったので、右下の州かな、何州になるんかな、ちょっと今表が出てないのでわからないですけど、なぜ JP の軍団ですね、 JP の軍団が、星4の都市まで来てて3日目に、まあ、洛陽を攻めることができるよという状況になってたんですけど、8時半ぐらいまでね誰も攻めてこなかったんですよ。
これ攻めてきてくれんかったら計算くるんやけどなという感じでじーっと待ってたんですけども、8時40分ぐらいになったらようやくその JP の軍団がですね楽ように攻め入ってくれたので、あ、これは締めたと。でこうなることによって4日目に楽葉を攻めて、もし落とせることができたら5日目に楽葉の向こうの星4の都市まで狙えるぞという計算があったわけなんですよね。もし楽葉が3日目どこも攻めなかったみたいなことになってしまうとちょっとね、計算が狂ってしまうんですよね。向こうの楽葉の向こうの星4が狙えないということになってますし、うちはもうかなり戦力を割いてるんで楽葉をこうギリギリに攻めるみたいな戦力をちょっと残せてなかったんですよね。なんで、まあ、相手が攻めてきてくれたのはこれはラッキーだったかなと。うちはもう一切攻める気なかったんでね。ただまあ相手の JP の軍団もですね楽葉にはほとんど手数を使わずに落とせてるんで、まあそこら辺はお互い様かなという感じがしてます。で、これでですね星4の都市は全て囲えたと。これは州の方ですね。で、司令の方も、楽葉の向こうの星4まで狙える算段ができたということで、あとはもう4日目にですね囲ってった都市を落としていこうという展開ですね。そしたら4日目の説明をしていきましょう。で4日目なんですけども、この左の図で内と逆側の州からもまあ攻め込んできてるわけなんですけども、こちらの州はですね、反撃はされるわで、星1の都市には目もくれずですね星2とかを一生懸命占領しようとしてたみたいなんで、3日目の、まあ、3と書いてる数字のところは全てうちが落とすことができたんですよね。そしたらまあ2と3でですね4の両方の都市が囲えてるわけなんで、もうこの2つはうちしかまあもう攻める権利がないと言いますか、まあ、相手が3でも落としにかかってこない限りですねもうこれはうちのもんやということで、あとは落とせるか落とせないかという話にもうそれだけのことになってしまうんで、相手の軍団はしもたなと思ったんじゃないかなと思います。で、そしたらこの4の上と下にあるね3をね攻めたいというふうに思うはずなんですけど、ここは別に攻めて取ったらええやんと、まあわけわけにはならんし、その3はもう5日目にもううちがいただくからねという感じですよね。なんでどこが占領してようが、まあ、5日目には攻めるという形ですね。でなんで中の星4 2つ と、あと楽葉ですね、それと、まあ、右の図の3って書いてるのの下と右下の、星2の都市を攻めるということ で4日目になったらですね、まあ、3つの軍団と対決という形になるので、非常にまあちょっと大変な状況にはなってるんですけどもね、まあこれはトップ取るためにはしゃあないと。でうちの都市をね全然攻められなかったので、反撃もまあ3都市ぐらい相手にしてもなんとかなるやろうという計算ですね。であと2つはですね囲ってる星2を取っていこうという形で、まあ、進めていかしていただいたのが、まあ、4日目という感じですね。そしたらいよいよ最終日なわけなんですけども、左側の図で、まあ、赤の数字がですねうちが占拠している部分になるわけなんですけども、よその軍団がですねうちの都市を攻めようと思ったらもう星1の都市しか攻めれないという状況になってるんですよね。しかもこの数字が、まあ、書いてある都市っていうのは固い人に最高司令官をお願いしてるわけなんで、苦労して攻めてもですね星が1個しか入らへんという感じになってるわけなんですよね。で5日目になってきたらもう自分が狙う順位っていうのも考えて、少しでもねレア度の高い都市を攻めたいという気持ちになるので、もう左の図攻め込んだ州側っていうのはですねまあほぼもう攻められることがないような状況になってるわけなんですよね。これでまあ5日目に大きく星の数を落とすことがないというのがですね、まあこの陣を作るって僕呼んでるんですけど、この陣を作った時のまあ有利な部分ではあるかなと思うんですけどもね。ただまあ
その陣を作るために本来取れてたであろう星二の都市とかが取れないっていう可能性もやっぱ出てくるんですけどね。これもまあ手数が増えてきたらこういうところも取れてくるんじゃないかなと思います。またこううちの軍団がね案外こう攻め込んだ時に反撃されなかったっていう部分があったのもでかいかなと思います。でまあただこう司令の場合はですね、まあレア度の高い都市がまあ固まっているのでやっぱりどうしても攻められるわけなんですけども、ほぼ敦盛さんに守ってもらってるわけなんですよね。で敦盛さんが4都市守ってて、でさらに、後の4都市ですね、もうあのニャンゴスターさんとかね、まあ僕の動画長いこと見てくださってる方やったら知ってる方やと思うんですけども、まあ非常に固い人が、守ってくれてるということで反撃も結局できてしまうんですよね。成功してしまういう形になってるんですよね。で4日目のこの洛陽に攻めた時の反撃もですね、まあ熾烈な反撃があったわけなんですけど、敦盛さんが見事にしのいでくれてね、取ることができたということで、これでまあ洛陽の向こうの星4も狙える状態になったということで、5日目に狙った都市がこちらになっております。囲えなかったね、星3、2つですね。これはですね、まあ最終日に攻めることによって、まあもし攻め落とせたとしたらもう6日目はないんでね、もううちの都市ということになるのが確定するということなんで、こう囲えたところをはまあ4日目、あと囲えなかったところを5日目に取るというのがですね、まあ反撃される恐れが一番少ない取り方になってくるんじゃないかなと僕は思いますね。でまあこんな感じでこう攻め守りのことを考えつつ、まあ攻め込むという形を取らせていただきました。でまあちょっと最終日に関してはね、もしかしたら取り返されてる都市もあるかもしれないんですけど、そこら辺はもう確認ができないような仕様になってるので、まあどうだったんかなってちょっと気になるところではあるんですけどもね、こんな感じで、国戦を進めさせていただくことができました。まあ人数が少ないので指定できる都市が少ないというのがですね、ちょっと難点ではあったかなと思うんですけどもね、これがまあ50人とかまあいたらですね、またほれはほれで強い軍団とマッチングして、反撃されまくって全然攻め込めないという形にはなってたかもしれないんですけども、まあ配置ですね、あとまあマッチングですね、あと同盟の組まれ方、この3つがですね、まあ全てうちに有利な感じで進んでくれたがゆえに取れたトップだったんじゃないかなと思います。あとやっぱり軍団の方にもね、あまり無理はせずに厳しいところは避けて、でまあ自分がより戦果を上げれるところを攻めてくださいという形で、まあ都市は指定させていただいてて、一応まあこう緩い相手がいる、常にいるようなこう都市の指定の仕方をしてたので、まあどれもこれももう攻め込めないやという状況にはなってなかったんじゃないかなというのも強みの一つだったんかなと思いますけどもね。結局まあこう星4星5を分けるっていう提案は乗らなくてよかったかなというような、まあ結果論ではありますけどもね、乗らんでよかったなと思っております。で結局1位取れても、まあ、星数稼げんかったら、まあ、報酬っていうのはそこまで極端に上がらないような仕様になっているので、トップを取りつつさらに星を1個でも稼ぐというようなやり方だと、まあ、今回だったら6都市はなんとか攻めたいと、でその6都市を攻める上で、まあ、かなりこう戦果っていうのは上げないかんわけなんですけども、まあ反撃はね、まあ4日目5日目になったらだいぶされたので、そうされる間にもですね、全ての都市を守りきるにはどないしたらええかみたいなこともちょっと考えつつ、まあ組ましていただいた作戦の結果が今見ているような、まあ、図になったというわけですね。まあこれが壺にはまって、さらに軍団の皆さんもね、かなり初トップがいけそうだということでですね、張り切って出征してくれたおかげで、まあ達成することができた国戦1位だと思います。
でまた次回の国戦はですね、今回1位を取ったことによってさらに厳しい相手とマッチングしていくということになっていくとは思うんですけどもね、連続で1位取れるように頑張っていきたいと思っております。ちょっとね、編集しながらだったり、国戦の説明ってすごいしにくいっていう部分があって、たどたどしいね話になってしまったことはちょっとお詫び申し上げたいんですけども、何かね一つでもこう見てて参考になる部分がありましたら僕も作ってよかったなと思います。またコメントなんかでいただけたらと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。